ボのその後はどうなったのかをちょっと調べてみました。コラボというとワンピースマンとかのやつか。いや、そちらではなく、キタロウとかブリーズのコラボね。そっちか。イベントコラボというのかな。今年に入ってのビックリマンのイベント系コラボは3つだと思う。3つもあったのか。後楽園、キタロウ、ブリーズかな。後楽園もあったな。いろいろと物議を醸した。結局、皆さん、シール交換してもらえたのかな。どうなんだろうな。まあ、それはとにかくとして、これらのコラボは現在どうなってるのかを、ちょっと調べてみました。どうなってるのだ。まず後楽園ですね。後楽園は完全に終了してるみたいですね。完全な期間限定のイベントであって、それが終わったら、すべて終了というやつですね。そうなのか。1年間ぐらいやればいいのにな。そうね。やるんだったらそのぐらいやってもいいのにね。1店舗に送られるシールがかなり少ないみたいだしね。もう少し考えた方がいいと思うぞ。続いてブリーズです。ブリーズは前にもちょっと話しましたけど、割引で販売されてます。まだ商品残ってるのか。残ってます。しかも、第1弾のパンツも残ってるので、シークレットのブラックゼウスチャレンジ、まだできます。お前がやればどうだ。やりたい気持ちはあるんだけど、ただパンツいらないからさ、どうしても、買う気にはなれないんだけど。確かにパンツ履かないしな。ジッパーバッグはまだあるみたいなので、2段のシールも手に入れることは可能です。興味のある方は、買ってみてはいかがでしょうか。そして、キタロウコラボなのですが、どうなっているのだ。実はこちらもまだ商品売ってます。売ってるのか。売ってます。妖怪本舗で売っております。なので、ヤフオクとかメルカリで買わなくても、グッズはこちらで買えます。そうなのか。ただ、残念ながらシール配布の期間は終わってしまったので、シールはもらえません。もらえないのか。もらえないです。なら、誰も買わんだろう。そう言わずに、買ってみてはいかがでしょうか。まだ売ってるのなら、シールも配布すればいいのにな。どうせたくさん残ってると思うし。そう思うんだけど、なぜか配布しません。思い切って、ブラックゼウスのシールをつければ、地方で行けなかった人たちとかが買うと思うんだけどね。商売下手なのかもな。その可能性はある。というわけで、コラボのその後を見てみました。意外に、まだ商品が残ってるんだな。そうね。これから先、どんなコラボがあるのかわからないけど、商品売り切りたいのなら、いいシールをつけた方がいいですよ。シールが欲しいんだからな、コレクターは。